始まりました、激闘ラップ甲子園の道。イエーイ。どうも、雷です。お願いします。そしてアシスタントでシンガーソングライターのみーです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、というわけで、はい、激闘ラップ甲子園第4回大会、無事終了しまして、はい、王者はなんと、はい、リベラルでございました。いや、強かったね。改めまして、おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、みーちゃん、改めて第4回大会振り返っていかがでした？私、結構エキシビジョンマッチ、うんうん、バトルが結構私は衝撃でしたし、うんうんうん、もう令和になったら小学生もラップするんだって思った。 あと小学生のバトルって背伸びしないで、うんうん、小学生だからこそ言えるライムを言ってたよね。そう、あそこ非常に盛り上がったっていうか、ね、お客さん温めてくれたしね。そう、うん、さあ、学ぶはどうでした？振り返ってみる。そうですね、エスカとヒガンちゃんとリハしたじゃないですか。カメラ回ってない部分で、リハーサルの時、リハの時だって、エスカに、あ、本物だって言われたのがね、嬉しくて。やっぱりもうテレビ出れるようになって、雷7年目か。7年目になった。未だに嬉しい。未だに嬉しかったね、エスカに。素敵なこと。本物だって言われたもん。ヒガンちゃんには何も言われなかった。ヒガンちゃんはもう何度もね、会ってるから、ね、お会いしてるところもあるから、ね、はい、そして、はい、はい、今月から番組のオープニング曲が、お、イチジクの曲に変わった。いいよね、バンドサウンドでめちゃくちゃかっこいいよね。あ、まあ、ラップってよりは本当にアーティスティックな楽曲っていう、うんうん、もうイチジクらしい曲なんね。ああいう曲作るんだってね、はい、聞かれた部分ありますけど、はい、そして番組のエンディングにはですね、白ガラスの楽曲流れております、はい、こちらのチェックもよろしくお願いします。さあ、今夜のプログラムは、はい、第4回激闘ラップ甲子園の王者、リベラル特集でーす。王者、赤、青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 。第4回激闘ラップ甲子園、優勝は総勢24名のトーナメントを勝ち上がり、見事王者に輝いた大阪出身の19歳、リベラル。実感がやっぱまだ湧いてないですね。なんか喜びきれないというか、いや、白ガラスさんがもう3回も取りこぼしたから、もう完全に取りに来たんで、そういう意味合いではめちゃくちゃ嬉しいですね。俺がこの OB になっちゃって出れんかなっていうタイミングで受かるまで落ちとったリベラルが受かるっていうのは、まあ、なんか意味があるというか、何かを感じるなとは思うし。今夜は第4回大会王者リベラル特集、盟友から受け継ぐ意思、優勝までの道のり。まどろみの中で一人泣き叫んでしまいまして、あの子に会いたくて荷造りをほっぽりさまよっちゃった東京。ねえ、もうバトル中の前眠くなっちゃう。舞台袖とか見てても気づいたら寝てるっすね。で、気づいたらあともう次の試合みたいな。やばいやばいみたいな。バトル前眠いって言って突っ伏して寝てるやついないっす、あんまり。第4回大会で初の決勝の舞台へ、一試合目から圧倒的スキルで他との差を見せつけた。じゃなくて3回落ちてるやつあたり、リベラル君めちゃうまいですね、うん、僕今日初めて多分生で見て、うん、すごいラップがうまいなっていう印象でした。二度と決勝で負けるなんてうんざりだ。一生人ばっかディスってっからずっと決勝で負けんじゃねえの。やり方変えてみたらいいんじゃねえの。上から行かねえよ、なんで行く必要がある。対等だからこそ面白えんだろ。俺が見せるお前のひどい姿よく見てみ、あるだろ白い翼。イエー、まるで1回から繋がってんだよ。これは奇跡じゃねえ、だけど繋がってる。これが奇跡だよ、書いたリリック。これ筆跡だろ。今日一日通してやっぱリベラルが一番こういいものを見せてたんじゃないかなと思うんで、うん、まあ、優勝には全く意義なしっていう感じですかね。やっぱ1回戦目からやっぱちょっとリベラル君が一つ抜けてたなっていう印象はあって、でむしろやっぱその印象の中でそれを順当に勝ち上がって優勝までいくっていうのもすごい難しいことだから、はい、それでもやっぱ最後の最後までこのひっくり返すっていうか、みんながやっぱ想像できなかった角度からインが落ちてきたり、なんかずっと最後までリベラル君がさらに調子を上げていくっていうのがあって、本当優勝文句なしだと思うし。
どうですか、リベラル王者になりましたけど。どれもなんか日の打ちどころがないなっていう印象だったんですよね。うんうん、どのビートが来ても、うん、そのビートに合わせて絶対いけますみたいな。うんうんうん、でしかもしっかりこうライムも踏みます。相手へのアンサーもします、うん、だけど自分のことも言いますみたいな、うんうんうん、なんかすごくバランスがいい、うんうんうん、あのバトルを彼はしてたのかなっていうふうに客観的に見てて感じましたね。確かにすごかったよね、うん、あの早口になる部分でも聞き取りやすいっていう。ああめっちゃ思いましたそれ。確かに確かに、すごいマイクの使い方とか、うん、まあ、彼の滑舌もあったし、そう基礎がすごいあるなっていうのは、そう、ね、マイクの使い方も良かったし、で先輩白ガラスの意思を受け継いで頑張ったっていう、ね、そうか、白ガラスもずっと第1回大会からそうだね、チャレンジしてくれてたけども、まあ、優勝はできなかった、はいはいはい、去年でラストイヤーだったんですよね、うんうん、すごいプレッシャーもあった中 ね圧倒的だったよ。いやいや強かったですよ。さあということで、これまで参加したオーディションの模様から大阪での背景取材、第4回決勝大会のバトルをたっぷりとお届けしたいと思います、うん、はい、それでは激闘ラップ甲子園第4回大会王者リベラルの特集 VTR です、どうぞ。3回受けて3回目で受かってるんで、やっとかっていうまあまあまあやっとかって感じです。激ラ第1回大会の関西オーディションから参加してきたリベラル、決勝までの道のりは決して平坦ではなかった。いえ、それじゃ意味ねえ対話が立って、割にお前もプロで遊ぼうとしてる時点で俺の後ろ歩いてきてる MC だ、ここ掘れワンワンファン、落ちてはでもなんでもいいぜ。中学2年生頃からラップを始めていたリベラル、その実力は折り紙付き。白ガラスさんが仲いい先輩なんで、あそうだ、ね、2回連続仲いい先輩と当たっちゃうっていう、おそれが吉と出るか凶と出るか、はい、そうですね、はい、予選トーナメントでは盟友白ガラスともバトル。先輩のケツも吹けるいい後輩、俺が後ろフィードベットってやるだけの話、ただ体力乗せないよ、まあさっき言った通り、手からステップでも殴り込みしていくだけの話だな、間の使い方。結果は白ガラスに軍配、決勝進出ならず。第3回大会の関西オーディション、ここでも決勝への切符を手に入れることはできなかった。誰も分かってない、お前の運動を飛ばすだけの話だ、お前が言いたいこと分かるビッグボイス、意味が分からん、その名前の由来を教えてくれ、神戸から来ただけしか分からない、お前のその声が低いだけだな、ただのデブは無視。大阪市住之江から来たリベラルです、かましますね、オーバースキー行ってください、はい。そして第4回大会のオーディションで決勝進出が決定。聞かない俺無駄ない意見、お前のバスマジで生まないね、いえこれガチな意見だから。確かな実力がありながらも悔しい思いを重ねてきたリベラルは、その闘志をむき出しにする。いつも別に良くないバースとか、 そこまであんま微妙やなみたいな履いてるつもりなくて、はいなんで、そうですね、余計鬱憤溜まってる感じですね。19歳、ラストチャンスの決勝、実力の差を証明するため内なる闘志を燃やしていた。早速優勝したリベラルに登場してもらいましょう、どうぞ。住之江から来たリベラルって言いますお願いします決勝から4日後、ラジオに出演。まあでもほんまにな、あの日はもう正直出てきた瞬間にこいつ行くなってちょっと思ってた。いや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 正直、まあ、本戦優勝したけど、はい、今どんな気持ち？まだ追いついてないですね、感情が、はい、その100万取りましたの気持ちには多分まだなってないですね、そういうことね、全然もう優勝しなくちゃいけないと思ってたんですけど、それが現実になるかはまあ絶対とは言えないじゃないですか、言えないからもう緊張は、正直緊張はなかったんですよ、緊張はなくて、でもどこで
やられるかも全然わからんしな気は抜いてなかったっすね。あ、はいはいはい、緊張してないけど気抜いてないみたいな。そういうこと、はい、立ってるステージとかそういう経験とか、まあ何をしてきたか客観的に見ても違うっていうのをやっぱ一発で分からせたいなっていう、この大会で。中学時代からラップを始め、楽曲制作に力を入れてきたリベラル。現在はクルーの仲間とスタジオで制作に日々励んでいる。見せる背中仲間、作るベスト、ジムのベスト、俺は俺だけを肯定、何知ってるのかって、アラサロデションメイ。クルーの中ではリベラルが最年少。サイファーやライブで知り合った仲間たちで結成し、メンバーは現在10名以上。中学生の頃からもう 4,5 年やって、でバトルとかもまあ出てたんですけど、やっぱりその注目されることっていうのがやっぱりあんまり若手も多いしなくて、でもうずっともうラップも上手いのになってなった時、まあいろいろなきっかけがすごい生まれてきて、でまあその時にも多分本人も頑張ろうってなったのかわかんないですけど、それに対してはやっぱスキルもどんどん高くなってきてるんで、うん、あと吸収力がすごい強いっていうのもリベラルの魅力だと思います。アメリカの US のヒップホップずっと聴いてるんで、めっちゃそれをうまいこと日本の感覚に落とし込んでるのがやっぱ一番他の同世代と違うところなんじゃないかな。小説をまたぐっていうか偶数で切らないんですね、うん、そう、うん、奇数、うん、なんか言ったら4で切ってフローを変えるみたいなんじゃなくて、5まで逆に続けてとか6まで逆に続けてみたいな、変なところで区切ってみたいな。バトル基準でラップの感性を作ってないから多分何でもできるっていう、はい、その区切りが他のそうですね、他の人らよりも多分その固まってない、うん、何でもできる。さまざまな音楽から吸収したものを表現するからこそスタイルに制限がない。風を吹かすだけだフワライド、お前の投稿にフライトオン、つまりは飛んでいくよどっちの方、右から左に流れる俺の言葉を聞いてお前はボン。2020年ぐらいに知り合って、で、まあ、長いですけどこのスタジオメンバーの中やったら全然新しい方というか、うん、でプライベートで遊ぶようになったのはこの1年ぐらいなんで、初めて初対面が会う前に名前は知ってたんですよ普通に。もうで要はあいつが言っとった墨の絵サイファーっていうサイファーがあって、でそのサイファーに言っとるような人らがリベラルってやつがおるぞみたいな、で俺が勝手にツイッターかなんかフォローしとって、ある日イベントで偶然会ってバトル当たったんですよ俺とリベラルが。で初対面のその日に当たって俺ボコボコに負けて普通に引っ越したっていうのも知っとった上でボコボコに負けて、でその時点でもう結構あこいつすげえわみたいな、で多分俺が唯一認めてる年下というか後輩なので。先攻赤リベラル、後攻青 RE、 レディーイーファイト。しろ、あん胸を貸すわけではないけど、俺が先の道に立ってることはわかるだろう、つまり俺が日の前に立ってやる、お前は物陰から見とけよ、どっちがヤバいかわかるだろう、え？どっちが勝てるのかって俺の方に決まってる、それは勝てるから俺は落ち着いてやってる、あ見て見て前を持ってるなんてこと取りに来たよ先輩の忘れ物。バトンっすね、完全に渡された感じなんで、白ガラスさん優勝できやんかって悔しがってたのを目の前で見てたんで、その分倍じゃないですけど俺だけの思いじゃないんで、まあ申し訳ないですけど勝たせてもらうっすね。第3回大会ラストイヤーの白ガラスは最終決戦の三つどもえ戦で優勝を逃した。俺が確実に勝ち、人生で初めての経験をしました。あの負けた時悲しいとか悔しいとかじゃなくて唖然とするっていう、こう終わったみたいなのにはなったんで、まあ俺の分までちょっと俺の悔しい思いをちょっとかき消してきてくれやとは徐々に徐々に思ってるんですけど、で当日僕はいるじゃないですか会場に、だからライブで多分いると思うので、なのでちょっとまあ言わず背中で見せてくれるんじゃないかなと思ったですね。そうですね、白ガラスから託されたバトンで優勝を勝ち取り、
勝つべき戦いに勝ったリベラル。優勝後、白ガラスに報告。おい、リベちゃん、お前が優勝した瞬間、膝からなんか崩れ落ちたの、そのままもうマジでそう、マジでそうなった、ほんまに。いや、ほんまによかった。リベラル最高、リベラル最高。集中はずっとできてる。あ、そうそうっす、うん、集中はしてて、どこで楽しさも入って、うん、うまくラップもうスイッチ入って噛み合うかなみたいな、うん、もうチャンス君と戦って、うん、まあ、ラップの楽しさ思い出したとまでは言わんすけど、うん、あ、まあこんな感覚でやるん忘れてたなというか、はい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 、はい、そういうことね、はい、優勝までの道のりに欠かせない一戦となったチャンスとのバトル。チャンス、レディーファイト。Yeah、 第1回から第4回まで俺じゃないやつがつなげてきた物語、俺が今日終わらす、そして何か今日また始めるよ。Yeah、 まるでそうだな、再生と破壊が重なって、よ、激ラ終わって始まるよ。この船乗り遅れんな、間に合うぞ。行き先は三途の川、ん、俺はラッパチャンスのまま、 Hey、 ヒップホップラガビッグパパッパパッパッドッキリ刻むフロー、 Yeah、 あー、震源地ここだよ、音楽でしょ。 Yeah、 もっとヤバいと思ってたよ、リベラル君、次の次でかまさないと君危ないんじゃない。安心しな、三途の川に行き着くのはみんな同じだから、この道たどりながら未知的な一撃匹敵、あ、Yeah、 お前の首に入る一滴がレッセンス、わかるかな、その程度のセンスじゃセンスでフックったれだけの話よ。俺のセンス、お前平らげる前にドラゴンで食っちゃうセンス、 You know、 飛べるよゲームならセット、俺が飛ばそうドラゴン、家のリボンラッシュけど、リベラル俺マベースだから、弾け言葉を出してこの場を盛り上げることができた男さ、この場盛り上げることすらできずに終わるだけと違うぜ。 Yeah、 分かってんだろヤバさ、ライムの硬さより上げる上がら、はい、分かるかな、これは頭から出てきてる言葉使ってんだよ、そして食らいつく、チャンスのチャンスも無駄にする。よ、上がら、はい、お前は分かってない、よ、リベラル、あは、バスやばいけど、よ、その後バスのつなぎ目のオプションに湧いただけさ、 Yeah、 それが分かる、よ、リュースピッロンリー、 Yeah、 でも俺は飛ばすオンリー、よ、ストリートガルチャーお召しに OK、 これに関してはもう完全に遊んでるに近いですね、音を使ってというか。確かに確かに、はい、なんか俺その2バース目のリベラルのこの4小節目の音抜いたとこで、はい、でもあそこってみんながやるのは2バース目のチャンスのあのドラゴンみたいに単音で音抜きにぴったりハマる苦労すんねんけど、はい、リベラルあそこで 4.5 小節目ぐらいまで多分いったんか、 あ、 そうっすね、はい、あれやれる人おらんねんバトル中そこまでライムが浮かんでこんのよ俺もやりたいねあの風、いやーけどあんだけライムが浮かんでこんから、やっぱライムの基礎がもともとできてるリベラルが乗っかるとああなる。いやー、そのバトルに対しての自信とかは鼻から別にないんですけど、それじゃなくて単純にもうラップに対しての自信があるから、例えば言うことを用意せずとも別にかっこいいラップは披露できるし、そこですかね、多分その1年間でどんだけ自分が曲を作ってきて、でその曲の中でどういう声が合ってるのかとか、ビートのテンションとかバイブスやったりとか、そこをまあ割と1年間で鍛え上げられたつもりなんで、多分そこですかね、そこがもう顕著に自信として勝手に出ちゃってるんやと思うんですね。はい、白ガラスもリベラルもくっそラップうまいし超かっこいいから、白ガラスからのずっと聞かされた、いやEP のやつ、あ、マジですかこれ聞いてください、うわ聞いてください、どう思うか分かんないですけど、マジで多分俺のこと好きなんで、マジで好きなんで、いやほんまに好きやと思う、はい、だって全曲流す前にこれちょっとリベラルに食われたんすけどちょっと全部流しててあの食われた食われてないじゃないでよ、別に間違いない、そう多分お互い思ってるんですよ、だから多分相性いいんすよね、そういうことね、はい、まあ、そう思えるクルーめっちゃいいわ、そうなんですよ、めちゃくちゃいいわ、互いにリスペクトし刺激し合う白ガラスとリベラル、
2人の活動に注目したい。そんなリベラルが活躍した第4回激闘ラップ甲子園で使用されたオリジナルバトルビートボリューム4が各サイトで配信中、要チェック。はい、うお、すげえ入ってる。ちゃんと4年書いてる。4回目か。ファイナルトーナメントチャンピオンリベラルありがとうございます。おめでとうございます。はい、それでは優勝したリベラルはさらに楽曲制作権も獲得。どのビートラックのそのサウンドに合うかみたいな声が、俺の場合はなんか R&B ヒップトラップというかそっちっぽいのでもっていうか、まあそっちの方が合うっていうので、聴いてる曲とか自体もあんまイケイケな感じじゃないから、緊張せずに話せたのかなっていう話し合い自体は、そのステージが変わることによってやり方も変わるじゃないですか。だからそのやり方を変わる、まあ、環境が変わるからやり方も一緒に変えるのか、やり方も一緒に変えて相乗効果でいいものを見せるのか、それかもステージ環境は変わってるけどもともと自分がいいと思ってたものを変えずに、で場所が変わってもかませるのか。俺は、まあ、後者の方というか、気合を入れすぎて空回りもしないようにっていう気持ちですかね、俺は。はい、場所は大きくなるんですけど、制作の時間も早くなって、はい、ポンポン出せるように。いや楽しみですいや楽しみですよね、うん、そうそう、普通に考えてやばいよ、追加考えてやばい。そう、自分の意味が本当にセンスが良くてっていう、それの証明ができるかっていうのを試したいっていうのはあるっすかもね。なんか本当に自分のセンスが良くてこの耳が合ってるんやったら、その自分のかっこいいもんをひたすら続けてれば評価されるわけじゃないですか。ヒップホップの中でもジャンルって分かれるんで、ラップだけじゃないし、ラップを用いて他の音楽取り入れてとかのあるんで、でもそれ含めた上で、でもこいつはかっこいい、こういう曲俺は聴いてるけどこいつは別にかっこいいみたいな、人間性も含めてそこを目指したいですね、僕は。もうかっこいい、まあ、間違いなくこいつはかっこいいやろっていうとこまで行きたいですね。はい、第4回大会王者リベラル、この先どんな活躍を見せてくれるのか楽しみです。さあ、あっという間にお時間なんですけども、はい、ここで第5回大会のお知らせでございます、はい、第5回激闘ラップ甲子園は来年8月クラブチッタで開催します、はい、今回の賞金は100万円です。最高、惜しい、大きいですよ、この100万円は、ね、うん、決勝大会に向けて北海道、東北、関東、東海、関西、九州の全国6カ所で地方大会を開催します、うん、はい、地方大会一発目の関東大会は11月18日に開催します。他の地方大会も順次開催していきます。現在東海、九州、東北大会がエントリー受付中でございます。地方大会が増えたってことはチャンスも増えたし、うん、大会だからもう勝ちゃいいからね、勝ちゃ出れるっていうこのシンプルなルールで、はい、ね、楽しみですよね、はい、さらに15歳以下限定のバトル、はい、アンダー15大会も開催します。はい、楽しみですね、うん、こちらもで地方大会アンダー15で勝ち上がったラッパーが決勝大会出場権を獲得します、はい、激闘ラップ甲子園、回を重ねるごとにスケールアップしていきますの です、ね、皆さんもぜひチェックよろしくお願いします。はい、詳しくは番組ホームページや SNS をご覧ください、はい、ということで本日は以上です。また来週。激ラのオフィシャルプレイリストが Apple Music、Spotify、LINE Music、Amazon Music で配信中。過去の出場者と若手審査員の楽曲を収録、
こちらも要チェック。10月22日愛知スカイエキスポ野外特設ステージで行われる AH1 に白ガラス楓の出演が決定。ぜひ会場で。No crown, no crown, no crown. 激闘ラップ甲子園の道、番組テーマソング白ガラスのノークラウンがデジタル配信リリースされることが決定しました。ノークラウン、10月18日水曜日から配信開始となります。皆さんぜひ各配信サイトでチェックしてください。ノークラウン、ノークラウン、ノークラウン、イエーイエー、イエー。第4回大会ザ・座談会、激闘ラップ甲子園への道。次回はラッパーたちが選ぶ第4回大会ベストバウト、珠玉の一戦を語り尽くす。笑顔で戻ってくる。